ハイラックスの前下がりの解消法についてお話ししていきたいなと。今からこちらのストラットの方取り外していきたいと思います。実際に測っていきたいなと思います。足元のためゆうです。いつも足チャンネルをご覧いただきありがとうございます。足チャンネルの方では新車中古車の動画や取り付け動画、キャンピングカーとかキッチントレーラーの動画をアップしております。今回はこのハイラックスの前下がりの解消法についてお話ししていきたいなと思ってます。簡単な縁上げ系ってやつですね。まずなんでハイラックスが前下がりなのかっていうのは、後ろの荷台に荷物を乗せるっていうのが前提としてるスタイルなので、荷物を乗せてバランスを保つ、そういうことを考えて作られている車です。ただ、まあ、毎日たくさん荷物を乗せるユーザー様っていうのが少ないんで、それを解消する方法っていうのを今回話していきたいなと思います。まあ、リフトアップコイルとかリフトアップキットとか、まあ、いろんな上げ方っていうのはあると思うんですけど、前後リフトアップする場合もあれば、フロントだけ上げてしまって改善する方法もあるっていうことで、今回はエアサスとかで結構有名な ACC さんのイージーアップですね。リフトアップスペーサーってやつです。リフトアップスペーサーって結構海外ブランドに頼ってた部分があって、輸入コストとかそういった面で割高に感じてたとこがあるんですけど、この ACC さんが出したリフトアップスペーサーっていうのはリーズナブルで簡単に取り付けができるっていうのがこのイージーアップです。このパーツ単体で約 1.5 インチが上がるっていうので、車検も通る基準になってます。まあ、車検が通る基準っていうのは4センチですね。4センチ以上上がらなければ車検が通るっていうふうにされています。今回お客様の方からご依頼いただいて、さらに撮影の協力までしていただいてありがとうございます。このイージーアップをつけて、パッと横から見た図だと分かりづらいと思うんで、これをつける前のサイドステップを測っていきたいなと思います。いきましょう。はい、サイドステップの方を測っていきたいなと思います。で、前が 31.5 センチですね。で、後ろが 34.5 センチ、なんで、まあ、やっぱり3センチぐらい後ろの方が上がってますんで、イージーアップつけてみて 1.5 インチでどれぐらい上がるかっていうのをやっていきたいなと思います。取り付けていきます。はい、じゃあ早速取り付けお願いします。はい、そうしましたら今タイヤ取り外した状態なんで、今からこちらのストラットの方取り外していきたいと思います。まあ、分かりやすく言うと、サスペンション外して、はい、取り付けしてまた復元するって感じだよね。そうですね。お手の物やね、宮口。この間やっとるんで。ああ。でもイージーアップはつけるの初めてやもんね。そうですね。どれだけイージーかちょっと楽しみですね。うん、ね、イージーアップだけに。ダブルビッシュボーン。ちょっとわかんない。ダブルビッシュボーン。よいしょ。はい、そうしましたらストラットの取れました。こちらのストラットを今から分解して、間にスペーサーを取り付けていきたいと思います。これでも素人が刺す外すってできる？いや、多分このコンプレッサーないとあればいけると思うんですけど、まあ、分解整備に当たるので、法的にはダメですね。そうやね。もうそれ本当にそうやってつけるって感じ？そうですね、もう本当にこのままやってはますだけっていう感じですね。
そしたら取り付けの方が完了しました。でアッパーサポートとこちらのバネの間にスペーサーをかましました。今から復元の方入っていきたいと思います。はい、そうしましたら取り付けの方完了しましたんで、次は反対の方していきたいと思います。はい、取り付け完了しました。まあこうやってパッと見た感じでも結構前が上がったかなと思うんですけど、実際に測っていきたいなと思います。で後ろがだいたい 35.8 ぐらいかな、 35.8 ぐらいです。で前が 35.5 ぐらいですね。でちょうど4センチぐらい上がったかなと。なんで後ろも若干上がって前が4センチ上がったってことで水平になったんじゃないかなと。どうしても車体の個体差は出るんで、きっちりこういう風になるかっていうとそれはちょっとまあわからないですけど、 E ジャンプをつけてフロントがこういう感じでしっかり上がりました。純正のサスペンションをそのまま使えますし、部品の点数も少ないんでよりイージーにリフトアップできるっていうところがイージーアップのメリットになります。はい、それでは最後アライメントを取って作業完了という形になります。今回はハイラックスの前下がりの解消法っていうことでイージーアップの取り付け動画となります。アスチャンネルの方では新車とか中古車とかこういう細かい部品の取り付け動画とかもやってますんで、ぜひチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。